今ですね、どこにいるかというとエアアジアに乗ってます。エアアジアで、今からね、どこに行くかというとね、プーケットからですね、タイのバンコクまで行くところです。日付が2015年の10月の30日金曜日です。今ね、食事を頼んだので出てきたので、パッタイです。パッタイ、タイ料理のパッタイをこれから食べるところです。こちらです。これ120バーツで頼んだんで、事前にインターネットで予約してたんですけど、同じね。で、便名が FD の3022便、 TMK と書いてある。これ3レーターなんですけど、タイの空港2つあるんですけど、 TMK とドンマン空港といって古い方の空港です。で、出発した時刻は18時30分で、19時50分にタイの韓国バスへとドンマン空港に到着します。これがね、機材、ついにこれエアバスの機材で320の200、これはどこの路線に関してもエアバスの320、200っていうのは回らないです。これですね、タイマーがこれを食べるものです。プーケット行く際はね、結構タイのバンコクからプーケットまで往復で安くエアジア出てるんで、タイ航空 TG でもいいですし、 PG バンコクエアスもあるんですけど、安さだけを求めるならばエアジアが一番安いです。